さんこんにちは、サンディです。今日はコラボ動画になりますが、今回はタイトルを見てもらえばわかると思うんですけど、こちらの動画をやっていきたいと思います。では始めましょう。はい、では始めたいと思います。で、こちらのバッグですけど、だいたいこれはいつも遠出ってほどでもないけど、お出かけするとき、週末のときのバッグになります。やっぱ平日お仕事をしたりするときとかのバッグとは違うし、ちょっとスーパーに行くときのバッグとはまた違うんですけど、今回はこちらのね、週末バッグってことで紹介していきたいと思います。で、このバッグはもう3、4年持ってます。で、他のバッグも持ってるけど、この形とこの大きさがすごく気に入っていて、もうずっと使ってます。ちなみに全然ブランドものではないです。確かなんか3000円とか4000円とかで売ってるお店、なんか大体のバッグが大体その値段のやつにあったやつです。で、なんか他にもなんかキーホルダーとか、そういろいろ付けられるやつがあるお店だったんだけど、もう覚えてないです。はい、では行きたいと思います。まずですね、はい、これは多分みんなと同じ携帯です。で、私はカバーはこれね、このカバー確かセリアかなんかだったと思います。セリアのカバーだったと思う。で、6S プラス持ってます。ゴールドになります。本当はピンクが欲しかったけど。はい、で、メガネは、2つメガネ持ってます。で、普段はいつもこっちのキャラメルっぽいやつを使ってます。で、これはブルーライトのやつが入ってるやつだけど、こっちはなんかの太陽の光でなんかこうレンズの色が変わるみたいな、なんでこれは運転するとき用に持ってます、基本的にね。で、こっちのメガネは普段家とかで使ってる感じです。ね、こっちで出かけてずっとこっちでいるとね、なんか太陽に当たってね、なんか昭和のおばちゃんみたいな、昭和のおばちゃんなんかすごい変な感じになるの。だからあんまり出かけるときにはずっとはつけてないです。はい、次。で、これはその時の健康状態によるものもあります。で、今風邪気味なのでこういうものを持ってってます。1個はなんか鼻詰まり、うん、鼻水鼻詰まりのなんかアレルギーのなんかシュッシュってやるやつです。で、もう1個がなんか喉の炎症の痛みとかを抑えるやつ、これもってやるやつで、これ絶対欠かせないのが何だっけ、これ爪あれ削るやつ、なんだっけ、あれも忘れちゃったな。で、絶対爪切りは持ってます。爪伸ばすのが好きなんですよ。手が小さいし、指が短いし、まあデブいんでプニプニしてるし、なんで伸ばしてないとなんかスラッとした感じに見えなくて、まあ伸ばしてもスラッとしてないんですけどね。はい、で、次、これで、これはまあいろいろ入ってます。まあ見てもらって分かるけど、イブとかなんかそういうお薬とか目薬とか、あとジェル状のアルコール、なんか消毒のやつ、あとはなんか足草って私言うんだけど、このなんか足用のクリーム、なんかこうなんだろう、まあ匂いとかを抑えるやつもでもあるんだけど、なんか汗とかあんまりかかせないやつ、を使ってます。これはね、もうね、5、6年ずっと使ってます。なんでかっていうと、前ね、百貨店で、一応コスメを販売してたんですけど、その頃って、パンストでハイヒールだったんだけど、それをきっかけに足臭くなったんです。そうで、先輩にこのクリームいいよって言われて、それからずっと使ってます。で、そうだけど、なんかずっと臭いわけじゃなくて、なんかね、別に季節ごとじゃないし、なんか時々臭い。はい、で、次、お財布になります。こちら使ってます。これは多分お正月に旦那ちゃんに
買ってもらったやつで、今ずっと気に入ってます。色はなんかね、今までずっと白か黒かしか使ったことなかったんだけど、ちょっとなんか変わった色がいいなと思って、このなんだろう、サーモンピンク的な色を選びました。超可愛い。これアウトレットで買ったので、もし欲しい人がいたらアウトレットにあります。で、アウトレットだとかなり安くなりますのでお勧めします。次、ハンカチ。ハンカチは絶対持ってきます。あとはこれ、バッテリー、携帯のバッテリーで、これね、そう、普通だったら高いんだけど、パナソニックのやつ、まあ大体こういうのって高いんだけど、なんかね、どっかのイオンがもう閉店の時に買ったやつなんで、普通の値段よりも全然安く買えたやつです。確か多分 2、3回、フルに充電できるやつになってます。で、次はこれも、その時その時の体調によるので、こちらのポーチは生理用品だから、ナプキンです。で、サイズはいろいろ入れる時もあるし、ワンサイズの時もあるし、いろいろです。で、別に私はそんなナプキンとかね、別に履いたやつじゃないから見せるのは嫌いじゃないので、これね、日本のナプキンはやっぱこう可愛いやつで、このやつが好きです。薄くて大きくて好きで、これいろいろサイズがあるし、今のはね、なんかね、これは前のやつだったけど、私がやるのかな、なんか匂いがついてるやつがあって、それすごいいいです。ね、使ってる間で取り替える時もすごくいい匂いしてる、だから変な匂いがしてこないね。それ超おすすめで、あとはこれ、こういう髪の毛の留めるやつ、髪が長いのでやっぱそういうのは必要になります。あとは最後にこちらのポーチになります。まあ見ればわかると思うんだけど、コスメポーチになります。で、まあサクッと見せていきたいと思います。私のものはないのかわかんない。まずは鏡です。これこの鏡なんですけど、まあなんか化粧してる時になんかあったやつを持って行ってます。で、最近はこれ気に入ってて、まあ鏡があるんだけど、ここでなんかまあアイシャドウとかなんか、ちょっとしたハイライト的なやつとか、なんかブロンザーみたいなのもついてるので、これ持ってってます。あとはこれ100均のやつです。ステマケース、もう帰るときにもうあと家だけだよっていう自分が分かってるときにもうまっすぐ撮りたくなるので持ってます。あとはまあつけまののり、これはいつも使ってるやつで、ドゥップっていうのかな、多分ドゥップっていうのかな、 D アップねD アップってやつのなんかハワイバージョンのやつ、これすごい可愛いんだね、このデザインが。で、これ絶対絶対持ってくやつ、絶対持ってくのはセザンヌのこの UV クリアフェイスパウダー01番、これ絶対持ってってます。で、セットで絶対持ってくのがこれ、100均で買ったブラシで、これは携帯用なのでこういう感じのやつです。これ超おすすめ、100均だしね、ふわふわだし。で、あとはマスカラはこちら、マジョマジョとファシオのやつを持ってってます。まあ、使い分けてます。これは下用で、これ上用で持ってってます、一応ね。で、あとはアイライナーは2種類持ってってます。セーラームーンのリキッドとロレアルの普通のペンシル、ジェルか、これそう、ジェルのアイライナー持ってってます。あとはこのホットビューラー持ってってます。ホットビューラじゃねえ、そうだ、これホットビューラじゃない、間違えちゃった。でもいつもだったらなんかパナソニックのホットビューラ持ってってます。そうだ、さっきの動画間違えちゃった、まあいいや。で、あとはこの袋にコットンと綿棒入れてます。あとハンドクリーム、 EOS のハンドクリーム、これ超いい匂いします。あとピンセット、ピンセットはつけまとかつけ替える時とかつける時につけてます。
あとは、絶対これも絶対持っていくやつで、ミラニの、マットにネイケッド、マットネイケッドの61番、これはどの化粧でも合う色だから絶対持っててます。だから取れても、まあ、これがあれば全然大丈夫。まあでもまあその時に決まったグロスとかなんかしてればそれを持ってくけど、急いでてって時とかなんか取れちゃうようなやつだったら、まあこれ、とりあえずこれ、もうどこ行ってもこれ、なんかね好きなんだよね、お気に入りです。でこれで全部になります。でまあ本当にね、場面場面で持っていくものは違うけど、まあこんな感じですかね。基本的に持ってってるものです。かなりいらないものを持ってってる。だけどまあいらないものとかは本当にその時にいらなかったら車に置いてってますでもまあ基本的にはこいつらを持ってってます。でそうで友達もやってるのでね、最初に言ったけど、よかったらそちらの方も見てってください。では今日は見てくれてありがとうございました。またねー。